はいどうも松脇です。今回は魅惑のマイナーゲームドラッグディーラーシミュレーターに挑戦していきたいと思います。まあ読んで字のごとく麻薬の密売人、俗に言うプッシャーっていう職業ですかね。てか職業なんですかね、ちょっとわかんないですけど、まあこのソフト2020年4月に PC で配信されてます。でまあ、何日なのかっていうのはちょっと皆様のご想像にお任せするんですけども、まあこのゲーム巷ではクソゲーって言われてるみたいなんですけど、まあ、皆さん、ね、気になっても勝ってまでやるっていうこともないと思うん で、で現実ではねやっちゃいけないことなんで、まあ、僕が代わりにバーチャルの世界でねやっちゃいけないことをこれからやっていこうかなと思ってます。それではな、前にその、まあ、結構前なんですけど 2,30 分ぐらいちょっとやったことあるんですよ。だけどいまいちやったんで正直、まあ今回はね、配信しながらっていうことなんでちょっとは楽しめるかなと思ってチャレンジしていきたいと思います。じゃあ、新しいゲームで、難易度の設定してください。ママ助けて、カジュアルなプレイヤー用のモードです。ゆっくりと落ち着いてゲームの基本を学びたい方はこちら、パスザボング、普通の難易度、汗をかきすぎない程度の適度な難易度とバランス、プラタオプロモ、ゲームを体験するのにおすすめのモード、最高級の売人を目指して戦術的に挑もう。まあけどパスザボングですかね、パスザボングでいきましょう。さあね、このゲームコンセプトがちょっと面白いですよね。そんな麻薬の密売人、まあ売人になるっていう、なかなか貴重なゲームやとは思うんですけど、まあ前回やった時に本当 2,30 分やって全然面白くなかった、面白くなかったわけではないんですけど今回はね、ちょっとこの喋りながらやっていくんで、まあ楽しめるんじゃないかな。おお、めちゃくちゃ治安悪そう。Yeah, and fuck you too. So, here we are. さてここに来た。熱い冒険が始まろうとしている。これは俺の物語なのか、それともお前の物語なのか。Let's find out together. 一緒に探してみようか。Got that blunt handy? ドンキはあるか。ドンキ。ドンキ。これなんか訳し方おかしいような気がするな。よし。まあ、とりあえずね、音楽名人クリストフ・ピエタラス。タブをホールド、着信電話。はい。エディ。9で。いいやな。あ、切れた。せやん。あ、もう一回来たわ。はい。よう、もう来てるか。昨日は休ませてやりたかったんだが、ちょっとこっちで厄介なことがあってな。待っていられねえんだ。こっちの近くの広場で待ってるぜ。酔いを覚ます。なんや、早いわ。現在のタスクを確認するにはタブを押して、画面上部にあるオーガナイザーを開く。方角を確認するにはワールドマップの M を開く。クエストの目的地や顧客などのマーカーが表示される。ヒントを閉じるは F。タスク確認タブ。これか。Yeah, コードちゃん、これか。He's the head of logistics, so you better listen to what he has to say, huh? ああ、馴染みのエディ。He'll prep you up for the job. まあ、電話の相手はエディっていうやつで、その取引相手なのかな。ちょっとエディに会いに行けって感じだと思うんで。まあ、キャラクター、スキル。オーガナイザー、これか。地元の広場でエディに会いに行く。これっすね。まあ、行ってみましょうか。エディが一体どんなやつなのか。気になりますね。うん。部屋には、ビールと思われる空き瓶。拾う。あ、これ拾える。はい。お、戸棚。開ける。アパートの鍵。自分の家のアパートの鍵かな。おっと、どこで取るこれ。あ、こう映すんや。新しいキー、アパートの鍵がキーに追加された。
OK。 え、消えたくない、鍵は持ってるんか、鍵やから。 OK。 で、ギターは触れない。新聞に、ああ結構ガラッガラなんやな、これ。シビスパセムパラガンジャパラガンジャ、はあ、響き良さそうな。なんて言ってるんですかね。さあ、グラフティーガイ、エリーに会いに行きますか。ゲームを保存、鍵を使う、消す照明、ああ電気消せるんや。へえ、まあ電気代かかるから消していきますか。よし、じゃあね、ちょっとエディに。すごいな、もうこの時点で落書きされてる。ブロークンブレインブロークンブレイン、エンジョイザクルワビュー、クルワビューっていう街なのか。ここはマップ確認は M っつってたな。エディに会う。あ、ここか。じゃあ、エディ、行ってみましょうかね。おお。ああ、もう、至るところ落書きもされて。1、2、3、4、5。ケンケンパーみたいな。朝のタイヤの匂いたまらねえ、つって。あ、どこか。鍵が必要ないな。まあ、ここがその広場じゃないのかな。さあ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 。You're here. Looking good. こいつがエディか。Great. 来たか、元気そうじゃねえか。I'll brief you up. おい、まあ座れ。ちょっと話がある。座る。Doobie? ジョイントやるかい？受け取る。Here you go. That's what you're gonna be selling, so test it out. こいつを売るんだ。試してみろよ。You know what?わかるか、時々な、まあその考え直そうっていう気になったらここに来るのさ。座ってこのクソを眺めて。原発、このオス鳥は、オンドリはアメリカ中の鳥かごにあるんだってよ。知ってたか、2500万ドルかかったんだとよ。こいつが思い出させてくれるんだ。奴らにとって俺たちが何者なのかを。何の話してんの、チキショーやろ。Yeah, you young motherfuckers tend to do that. Now that I've been fucked up big time for a week, I can't do that. 最近に俺ときたら、そんな一晩中のパーティーをやると一週間仕事が手につかなくなる。まあともかくお前が来て嬉しいよ。俺たちにはやるべき仕事があるからな。I'm your main and only contact in the cartel. それはカルテルで唯一連絡担当だ。ビジネスに関わることはすべて俺を通じて行われる。今から俺がお前の親父であり、ボスであり、妻である。You need dope. クソギが必要なら連絡をよこせ。カルテルから金が入ったら俺に渡せ。クソを漏らしたらパンツを履き替える前に俺に連絡することだ。単純だろ。まずは基本から。葉っぱとアンプだ。スーパーの裏でデッドドロップに3個置いてある。そいつを受け取り家に戻ってノートパソコンを立ち上げろ。間もなく顧客から連絡が来始めるだろう。お前は奴らと取引をし、後で俺はお前と連絡を取る。デッドドロップの見分け方は、ノートパソコンでドラッグ販売だって。Yeah, shady com. そう、シェイディコムだ。暗号化されたアプリさ。カルテルは20世紀になったんだぜ。すっかり安全さ。仮に警察に見つかったとしても、サーバー側と顧客側の両方で瞬時に全データを消去できる。あ、そうなん。これで奴らもクソを掴んされることもない便利なもんだ。俺のストリート時代もこんなものがあったらよかったんだがな。デッドドロップとはなんだ。賢い坊やだ、すぐにわかる。とにかくまずは仕事だ。もう行くぜ。また後でな。うん。へ。オッケー。じゃあな、エディ。さあ、じゃあその葉っぱとアンプ。念のために言っとくが、デッドドロップは秘密の置き場所のことで、そこで小さめの荷物を受け取ることができる。ゴミ箱、地面の穴、壁の大きな亀裂、何でもいいさ。大抵の場合、何らかのシンボルでマーク。うん。デッドドロップね。
まあじゃあデッドドロップでその葉っぱと暗号を咲かせってことやな。オーケー。これがクルワビューっていう町。まあまあ都会ではないよね。まあ、ちょっとマップチェック。これか。初回パッケージ、デッドドロップを見つけて最初のパッケージを取り出す。はあ、何が入ってんのか見に行こうか。方角的に言ったらこっちになるか。よし。ああ、ここの下のびっくりマークのとこかな。どれどれ。シフトでダッシュ。あそこが家のマーク、自分のアパート。え、びっくりマークなくなった。あ、ここスペースキージャンプオーバー。はいはいはい。 3S、 There it is. あ、これか。 See it? おお、早速マリファナ3グラムパック。人気のある軽めの喫煙系ドラッグ。重さ 0.6 0.6 グラム。乾燥植物ゲット。いや、3グラムか。3グラムやけど重さは 0.6 ない。アンフェタミン、覚醒剤か。これは中程度の毒性で中毒性の高いスピードドラッグ。重さ 0.5 パウダー。これはけど 0.5 やもんな、5グラムで。あ、2個あるからや。3g×2 で 0.6 や。なるほど。OK。納得や。うん。じゃあまあこれ回収して、公共の場所に長時間放置されていると盗まれてしまう可能性もある。ああ、物騒やな。泥棒がおるんや。まあ、こいつは、売人やけど。家に帰ってパソコンを開け。最初の依頼人、お前の携帯に新しいメッセージ通知が来る。But to read them, you'll need the encrypted app on the laptop. まあ、じゃあ家に帰ってラップトップ開くか。タブをホールドして電話を表示。はい。注文読み確認する。どうやって確認するこれ。メッセージ何も来てない。何も来てないぞ。まあ、いいか。いい。ソーシャルポイント42。あ、こっちが家か。うん。ここから入れる。ああ、無理か。ってことは、表の。あ、ここも飛び越えておける。どこがいい？これや。うん。とりあえず、物は。ゲットしてきたんでね。ちょっとラップトップ開いて、これか。シェイディーコーン。This is Shady Com. A special fancy dark web communicator. エディの商品を注文できる場所だ。This is where you order the merchandise from Eddie. And this is where your clients will contact you. It also has other options, but we'll get to that. 他のオプションもあるけど、それについてはいずれ話すと。はい。で。これが顧客？マーシュー・ベイジル。サマンサ・デル・ピーノ。チャック・ケバブ。チャック・ケバブ？ナムは買えるかな？あれば5グラム欲しいんだけど。え、何やねん、ナムって。サマンサ・デル・ピーノ。いや、入るかな。都合はどうだい。君の売っているガンジャが3グラム欲しいんだけど。メッセージを確認はここ。あ、これか。現在の注文を確認。まあ、今残ってるとか、現金を用意しといて。OK。うん。ガンジャ3グラムね。OK。で、マッシュー・ベイジル。いや、入るかな。あ、こいつもガンジャ。人気やな。3グラム、3グラム。はい。現在の注文を確認と。問題ない。麻薬を持ってそっちに行く。この表現はどうなん？麻薬を持ってそっちに行くって。
あとこれやな、チャックケバブのこれナムって何？待てよ、これここでガンジャ 3g と 3g で6しか持ってないから、これは必然的にメタンフェタミンになるのか。うん、ややこしいな。現在の注文確認 OK。 おっ 350XP。 You might need that sexy red backpack on the cover. I know you're probably used to those sissy casual games where money's stored in a magic cloud under God's fucking pillow, but it ain't the case for us here. You need space to carry cash, so take that into consideration before you run those first clients. うん、はい、わかりました。あ、これがエディか。エディには何を、エディは何、ああ、何もできない。これが俺。他の商品の処理に集中する特定の商品の販売ですし。ああ。OK。とりあえず持っていったんやろ。シェイディコムを通じて薬の注文や顧客との連絡ができます。連絡先リストから人物を選択し、オプションのチャット入力フィールドをクリックします。それしたよな、今。注文が確定すると地図上に取引先が表示される。それを確認し注文された商品を配達。OK。なるほど。ここでマップ見ると、はいはいはい。オルナー、チャックケバブ。ナムを 5g。ナムって何やねん。ナムを 3g。全部ナムやん。文字化けかこれ。何が欲しいかちゃんと言うやん、ほんま。よし。とりあえずじゃあ、持っていくんやけど。あ、なにこれ。マリファナを 3g 届ける。ナムに届ける。あ、アンフェタミンを 5g。ナムに届ける。これ致命的ちゃうん。3件の顧客からの注文を読み、承認する達成。はい。達成したよね。で？で、なんや？持っていってんか、もう。これは？ワークステーションは現在利用できません。うん。よっしゃ、まあ、配達してくるか。それがまあこのゲームのね趣旨やから、ちゃちゃーっと配達済ませますかね。どれどれ、ここ一番近いのこいつか、マシュー・デイゼル、マシュー、この辺じゃん。違うか、この裏か。マシュー、マシューはガンジャ 3g やったよな。あ、どこや。 Now that's an interesting place. Look up. The two towers they call it. Creme de la creme of the native pathology. And there ain't no ceremony. うわ、やばいよ。ああ、飛び降りるんちゃう、あいつ。大丈夫？ If you know what I mean. ていうか、これ何？吊るされてるやん。あいつなんやねん。さすがに飛んではこんか。 OK。 Yes, we smoke。 いやー、かなり危ないゲームやな、いろいろと。お、ちょっとトランスっぽいのが。え、あそこボートある。おおおお、ああ、はちゃめちゃはちゃめちゃ。気になるな、ここ。ところで、顧客は？完全に迷ってるわ。こっちか。マシュー・ベイゼル。はい。んー、マシュー。あ、こいつか。あ、マシューや。いや、あんたが売人かい。役はあるの。ああ、これだ。うん。
どうしたんや。コントロールでオルトトラックでシングルトラック。 What？ コントロールプラスドラッグでトラップ量を選択って書いてんけど、あ、ここで相手の懐に入れてから分けるんか。はい、うん、OK、確認。うぃー。Oh, and did I tell you? Backpacks have downsides as well. The more you carry, the slower you run. And big beefy bags? Huh, may seem suspicious to the police. Okay, I told you. Now that's your problem. Okay. I get it. さあ、サマンサ行くか。こいつじゃん。サマンサ・デルピーノ。女性、調子はどう？持ってきたの？その、あれを。こいつはガンジャ。はい、うん、あ、何も言わない。お、余計なことは話さないと。で、あとはチャックケバブやな。こいつだけちょっと早いのが好きみたいやから、チャックケバブ。あ、こいつっぽいな。はい、うん、同じこと言う。調子はどう？持ってきたの？そのあれを。はい、これだ。アンフェタミン。5g。承認。びっくりするやん。レベルアップ。上出来です。最初の販売が完了し、お金を受け取りました。依頼人は時期に追加で注文をするはずです。コンピューターにアクセスし、エディに麻薬の追加を注文し、在庫を補充しておきましょう。はい。エディにじゃあ追加補充を。もっと多くの麻薬をシェイディコム経由でエディに注文する。うん。タブホールド電話表示。はい。あ、これでライトつくんや。あ、これ携帯のライトか。携帯のライト ついたり消したりできない、これ。けど、あ、いけんねや。はいはいはい。え？ライトつけ、ああ、なるほど。ほう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 。え、待って。ガソリンスタンドで粉末状の添加物をチェックするっていうのがなんかある。それ、あれよな。確か、なんや言うとったな。タブ押してオーガナイザー。あ、5つのスキルポイントが利用可能。うん。スキルの説明はないんや。あ、あるわ。ポケットの数が増え、リュックを背負わなくても荷物を多く運べるようになる。スタミナが増加し、より長く走ったり、柵を跳躍することができるようになる。ランナー、足が速くなり、警察からも逃亡しやすくなる。ステルス、警察に見破られたり、尋問される確率を低下させる。夜間のステルス行動に影響を与え、昼間に警察に検査される確率を下げる。イリュージョニスト、警察による家宅捜索があった際、在庫から麻薬が見つからない確率を少しだけ上昇させる。セールスマン、要求できる商品価格が上昇、販売数も若干増える。クイックランナー、販売やクエストから獲得できる経験値が増加、50パー以上の場合、レベルごとに獲得したスキルポイントが2ポイント加算される。これちゃう？クイックランナー、販売やクエストから獲得できる経験値が最初から増加してた方が絶対後半パンパンになってええよな。これいる。もう一個もうこれや。クイックランナーやわ俺。よし。OK。で、オーガナイザーや。これや。添加物、ガソリンスタンドで粉末状の添加物をチェックする。ガソリンスタンド、あ、これか。これやな。今おるとこから行ったら近いけど、夜になるんか。まあけど、ダッシュやっていけるか。方角はこっちの方角やな。OK。ここの通りをずっと、ここ右に曲がってまっすぐやわ。ダッシュ、ダッシュ。いやー。
すごい街やなこれ。あった、ガソリンスタンド。粉末状の粉、え、入れる。エイミー・スキャラダー、必要なものに買いたいものがある。さすがにこんなとこに売ってるやつじゃないよね。水とか砂糖とか売ってんな。重曹、菓子作りによく使われ、何に使うんやろな。怪しいな。怪しいもんしか売ってないもんな。リュック、アセトン瓶、化学溶剤、よく使われるキッチンスパイス、塩、砂糖、水、ボビーピン、ヒゲ、またはロックピック用にしようかな。ヒゲ、え、これ紙か。またはロックピッキング、ちょっと一個買おうかな、これ。ロックピッキング欲しい。コントロールドラッグで量を決定。おお、高い高い高い。全部、一個でええねん、とりあえず。OK。やれやれ、とっととうせな。ああ、あんたもね、またな。ここ品揃え悪いな。でよ、スペースキージャンプオーバー、ああそういうこと。いや、粉末状の粉を見つけろっつってたんやけど、ガソリンスタンドで。ガソリンスタンドに粉末状の粉なんや。今度は新規メッセージ。あー、これメッセージが来てるよってことか、ラップトップに。こっからは見えない、ほら読めないの。バグか、これナムとかなんかバグってるし。待て、これ英語版でやった方が分かりよいんじゃないか。これ違うんか。え、ちょっと粉末状の白い粉ください。どこやねん。てんのか、ほんまに。ガソリンスタンドで粉末状、ああーこれ順番があるんか、これこ、え、終わってることになってる。ガソリンスタンドで粉末状の添加物をチェックする。いつ来てん俺ここに。なんか納得いかんな。前はまだ、今度はメッセージか。クソ見えへん。これは確かにクソゲーって言われるかもな。あ、なにこれ。あ、リーンできるんや。リーンできる要素よ。こっからこうやって鳥が来てないかなつってこうやって覗くんか。とりあえず家帰るか。ラップトップ起動やな。オッケー。ここの裏じゃなかったっけ。違うの。あ、ロックピック使えないこれ。ダメな。ん、電気ボックス何も入ってないのかな。え、どこや、マップがわからん。あ、またリンシェル、こっちか。ああ、はいはいはい、上にねアパートマークがつくから、ここやな。オッケー、ああやっと帰ってきた。とりあえずワンミッションクリアか。けどこれなんかちょっと、ナムって出るの問題やな、俺的に。あれかなりの問題やで、これ致命的すぎるやろ。ちょっともう一回見てみるか。
これ注文しろってことやんな。新しい価格を設定。いや、価格は別にいいんちゃう？よし、売り上げを出したようだな。なかなかだなあ。薬が必要になったら俺に連絡しろよ。俺との更新テキスト、俺との更新はテキストメッセージだ。パッケージをいつどこに落とすか教えるぜ。すごいな。新しい注文を行う。ここにドロップ削除するにはここにドロップや。下から海を読むんか、これ。削除するにはここにドロップって。普通上から書くやろ、これ。マリファナ 5g。え？ 10g になってるやん。ん？待てよ。10g 注文すんの俺。あ、10g 単位じゃないと無理なんか。まあ、じゃあ10で。アンフェタミン。10で70。ああ。アンフェタミンの方が高価だと。なるほど。うん。3ドルしか違わんやん。てか安いねん。安いんかどうなんか知らんけど、なんか安いわ、感覚的に。注文。まあけど、そうか。そもそも2020年の段階やったらあれか。元気かい、新しい注文が入ってよ。グラス 10g、アンプ 10g。今作業中だ、連絡を待ってて。あと0時間30分以内にできるはずだ。0時間いる前は。新しい注文、ちゃうねん。注文もええ。サマンサ、ヨウ、ウィードを 2g 持ってるかい？いくつか買いたいんだが。いや、待って、持ってない。今仕入れてるから。よう、ウィード2グラム持ってるかい。いくつか買いたいんだが。まあ、えっか。注文受けとこうか。あと30分以内に仕入れれるみたいだし。注文を確認。分かって、折り返し連絡する。あ、またチャックケバブや。ナムは買えるかな。あれば2グラム欲しいんだけど。ナムやめてほしいな。ナムってなんやねん。これはきついぞ。いや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 。これは注文断るやろ。うん。お前ちょっとなんとかしてくれ、それ。わかるように言ってくれ。ただでさえ難しいんやろ。よし。じゃあまあ30分待つか。待機中。注文品の配送には時間がかかる場合もあります。その期間は大抵の場合、パッケージがどれだけ大きいかに依存します。そのことを常に念頭に置いてください。パッケージの受け取り準備が整うとエディから通知が来ます。それまでは待機するか他の仕事に取り組みましょう。隠れ家の中で T を押すと待機ダイアログが表示されます。T。あ、そういうこと？今19時22分です。あ、30分一瞬やん、これ。あ、来た！うわっ！デッドドロップパッケージ受け取るだって。しゃ、急げ！取られる前に。エディに借金を返す。オッケーオッケー。とりあえずあれ取りに行かんとな。マップ。デッドドロップは？配達物を長い間デッドドロップに入れたままにしておくと盗まれてしまう。うん、それ呼んだ。呼んだけど、現金返済ホーム。いやいやいや。あ、これか。ドラッグパッケージ、ファインドザデッドドロップ&リトライブユア、急に英語やん。リトライブユアパッケージ。OK。またリンしてるわ。このダブルの横の9と E でリンやから。ちょっと押し間違えるな。まあ、可愛いもんやな、リンやったら。このまままっすぐ行ったとこにデッドドロップがある。この辺りやで、マップ的に。犬？大丈夫やな。俺何も持ってないし。え？ここや。
こらや。こんなんか？これちゃん入ってる。ナム、両方ともナムやん。おい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 、これ大丈夫かよ。おい、いやこれやばいやろこのゲーム。ちょ待て、これ外出禁止まであと58分。ああ電話かかってきてる。忙しいんや、エディや。よう、タイヤの火事で奴らが怒ってるらしい。知らんぞそんなこと。町に警察送り込んでやがる。出かける時は心配しない奴らも。ああ、なるほど、朝タイヤ燃えてたあれか。オッケー。ちょっと待て、これナム嫌やわ。全然おもんないやん、ナムのせいで。おい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 、とりあえず家帰るか。これ家帰って英語に切り替えるか。もまあ設定をあっちやい。これはまずいぞ、意味がわからん。ウニマニエウニマニエ、何語やねん。ブロークンブレイン、ブロークンブレインしすぎやろ。ちゃんとしてくれほんま。よし、じゃあちょっと設定変えるか。設定変えます。はい、設定、音声字幕を表示、ゲーム、これや、ゲーム言語、日本語、韓国語、中国語、イングリッシュ。保存。セッティング、はセッティング、have been changed。OK や。OK や。はい。よし。ほんで、これでもう一回見たらいいんじゃん。チャックケバブ。え？あ、もう無理なんか、一回来たメッセージやから。あ、でも大丈夫。え、ちゃうやん。いや、ちょっとメッセージ打つか。コンフィームカレントオーダー。 OK、 The way、 Have the cash ready。 あ、On the way か。とにかく金を用意しとけと。でもナムやねんな、エディ。よし、パッケージをナムに置いといた。お前もうええって、ナム。いや、これはやばいな。もう受け取ることができるぜ。とりあえず受け取りました、ナムに行って。ゴミ箱でした。全部ナムやん。ああ、これ注文な。注文はいいや。おいおいおい、ああこいつら持っていかないかんな。え、これまたナムになってるやん。マシューも、ようナムを 2g 届けれるかい。ちょっと必要なんだが。ようウィードを 2g 持ってる。しんど。確かにこのゲームあかんな。お、ワークステーション。ワークステーションザーフィニチャーベースド。Here you can、 なんやかんや。お、OK。So, you're in workstation mode now. You can arrange your lab to mix and produce whatever you desire. Remember chemistry classes back in school? No? Yeah, me neither. Fuck it, who cares, right?You'll find more info in the workstation manual. わからん。とりあえずなんか科学の授業なんか受けてねえだろっつって。ヒットタブ&お、オッケー。ここに置くんやな、まず。はい。これがあのエディからもらってきた 10g と、まあ 10g ずつか、アンフェタミン銃と。Now we need some equipment. うおおお、画面揺れてる、画面揺れてる。何これ、電車。あ、電車が通ったら家揺れるんや。なんちゅうとこリアルやねん。again to circle the OK。 じゃあまあ分けるってことやろ、これ。ここに置いて、ミディアム、あ、スモールでええかな。はい、こんなもんか。なんやこれ、ミキシングトレイ。ああ、ミキシングトレイ置いときたいな、なんか。あ
んか。で、ドラッグプレイスメントモード、トゥーハンドルオブジェクト、わからん、どないせえと。あ、もう全部置いたれ、もう。はい、置いたよ。ほんで、あ、ラボモードに切り替えて右クリックか。セレクト、これで、セレクトしてるから入れるんじゃ、ああそういうことな。これに入れるか、アド、はい。マリバーナ、マリバーナは緑。Ding dong, motherfucker. Bedtime. During police hours, you should remain home. But we the bad guys, we don't give a fuck. The police do though. So you keep an eye on them and better stick to the shadows. 分けんとな。分けろってことやろ。2グラム欲しいっつってたよな。ナムを。ナムってどっちやねん。あ、とりあえずラボモードにして、こいつ触って、あ、これや。え？ほんでどうすんこれ。選ばれへん。ああ、そういうことか。アドサブスタンス、ディセレクト、エディットレイベル、パッケージプロダクト、ダンプコンテ、パッケージプロダクトじゃん。You gotta be smart about package sizes, huh? Smaller bags take more space per gram than the big ones. Use larger bricks for wholesale transport and small ones for direct deliveries. ここでパッケージに分けていくんか。パッケージね。2グラム2つぐらい作っ、ああ、まあ作らんでもよかったか。前は。でここで、うん、セービングはゲームイズナウ。Available. You can do that by using the video phone in your apartment. ビデオフォンからセーブができますよと。はい。ちょ待って、これ一旦けど、これこのモードも一旦やめて、これ何がなんぼやん。マッシュ。ナムが2グラムやろ。んで、ウィード2グラム。ナムが2グラム。これ、これ返答したから、チャックケバブは何かが2グラム。で、サマンサがビード2グラム。で、こいつもなんかわからんけど、全部2やから、とりあえず全部2にしとくか。めんど。ていうか、何を渡したらええかわからん状況でこれ分別して持っていくって、ゲームとしておもんないよな。パッケージ。まあ。とりあえずけど、これ分けていくけどさ、もうちょいやろうか。一応だってこれ3つ、まあ2つでええんか。でもこれをもう1個作っとかないかんってことやろ。はい、パッケージプロダクト 2g OK。 はい、で自分の、バッグ開いて、はい、入ってるね、 2g×3。 うん、いやいいけどよ、余計なもん持ってこれで歩かないかんってことやん。ちょ待って、これどうなん。一回これ配達せな、にナムがバグるかバグらんかわからんか。へえ、マジで。まあええわ、行こう。待っててもしゃあない。せやん。夜はポリがおるっていう感じやから、ポリサーバーやから、警戒しつつやろ。あ、けど近いな。ここ出て左やな。そんなダッシュする必要ないやろ。怪しいから。こういうとこにこうやってんですけどね。あ、おった。サマンサ。サマンサは前回、ウィードやったよな。とりあえずウィード渡してみっか。オーケー、正解。
あ、ここ書いてるわ。あ、はい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 。なるほど。じゃあこの状態で、タブや、タブ開いてオーガナイザーのとこ見たら、ここや、ほら、ニューデリバー、デリバーチャックケバブに、あ、こいつ今度マリファナや、チャックケバブに 2g のマリファナ渡せって。ちょっと待って、これでさ、設定で日本語にしたらどうなの。これで見えるんやったら、ここ見たらなんとかゲームできるな。オーガナイザーナムやん、やかんてん、ナムじゃ、うん、なんやねんこれ。ナムは一番おもんない。ほら、クソゲー言われるわ、ほんま。まあ、クソゲーというか、まあ、日本語に対応してないだけで、まあ、ゲームとしてはええんかな。まあ、このゲームの別に肩持つわけじゃないけど、とりあえずチャックケバブに、じゃあビード渡しに行くか。ポリに警戒して、あ、ポリおるやん、あれ、あれ絶対そうやろ。あ、いたー。 Yo, you go what I need it. Yeah, here it is. Here you are. ん、ロングドープ What? なんだろう。あ、そうか、あれか、分けないかんってことや。こいつは 2g が欲しいから、これでいい。 OK。 Alright。タスクになんか来てるよって。あ、ここで見れるんや。でメイクさんをサンマネーオンセールス、お金返せ、アンロックイーストオールドターン&オールドマーケットプレイスが開放されたよ。 OK。 とりあえず家帰っていらんもん置いてきた方がやろ、これ。入ろう。よしゃ。いやー、このゲーム疲れるな、いろいろ。なんかてか、ナムがもう気に入らん。どうしようかなこれ。うん、悩ましいな。まあ、とりあえず今日のとこはこの辺で帰ってきたし、終わりにしようかな。ということでね、これがまあ、巷ではクソゲーと呼ばれているドラッグディーラーシミュレーターでした。まあ、今後これやるかどうかちょっとわかんないですね。まあ、考えまーす。ということで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。